でまあ、あのお正月にです、ね、公,開しあの公開したです、ねえー、再放送でも、まあ、皆さんご存知の通りですり、ね、未来少年コナンと同時にさらば宇宙戦艦ヤマトが来てしまったと、なので宮崎駿としてはこれぞ SF、これぞ,これぞなんだかあのアニメというつもりで NHK という枠で,です、ね、やったらです、ね、さらば宇宙戦艦ヤマトの大波に飲まれて、まあ、ほとんど一部のマニアの人は別として未来少年コナンというのを評価してくれる人はいなかったと。 でカレオストの城で,です、ね、初めての劇場作品でも自分がやりたいことを全部詰め込んで発表したと思ったんですけどもそのカレオストロの城がほとんど同時にです、ね、機動戦士ガンダムのオンエが始まってしまったんでアニメの雑誌はもうアニメ獣以外はほぼガンダム一色になってしまったと。 あの今もとにかくあんなに再放送されてるからすごい評判良かったような気がするんですけども実はですね同時に公開された劇場用版マクロスと興行収容成績のところではどっこいどっこいだったんですねだからあのでおまけに関連商品とかそういうのを含めて見たら明らかにマクロスの方が売れてるわけなんですよなので宮崎駿としてはこの70年代から80年代の前半ラピュターを含めてはですね本当に 作作品なんとか作れるんだだけども、不遇の時代だったと。いわゆる第一次アニメブームですね宇宙戦艦ヤマトから始まって、まあ、マクロスで終わるような第一次アニメブームには乗れなかった作家っていうふうにもちろんそれは宮崎駿の凄さはなかなか誰も分からなかったということでもあるんですけどもなんだろうなそのなんだろうななんだろうなだからさなんだろうななんだろうななんだろうなで なんだろうな。ではね。またバイバイ。